そろそろ起きなさい。あら、起きてたの？ああ、あまり眠れなくて。そう。実は、私もあんまり。もしかしてあの二人のこと考えてたりした？いや、別に。嘘言ってもダメよ。ちゃんと顔に書いてあるんだから。反論はなしなわけ？ああ、そんなことはないさ。遅い。どっちよ、ユンちゃんとひなみなちゃん、どっちのことを考えてたの？姉さん。言わないとご飯抜きよ。ひなみなのことだよ。あいつちゃんとユンを連れて帰れたのかと思ってさ。まあ俺なんかよりずっとユンのことを知り心配もしているんだが。ああ、なるほどね。うん。でも彼女なら絶対に大丈夫よ。嫌に信頼しているけど。ん？まあね、あの子は綺麗な目をしてたから何があっても信じちゃえるのよ。俺にはわからないな。そりゃ女同士にしかわからないものだからね。Thank you.
なことしてる場合じゃないわ。朝ごはんにするから早く着替えて食堂まで来なさいね。ああ。天使の病気。
say that the body already died a criminal colorist drug and it goes to well. エデン、天使が人間になどなれるわけがないでしょう。なれるよ。だからこうして自分の羽をなくそうとしてるんだから。
待たせたな。呼んだのは他でもない。ユンが帰った。知っているわ。ユンは本当に人間になりたかったと思う。我が身を顧みず、ただ人となって得たいものがある。普通の人間には理解できない衝動で彼女は行動していた。天使ゆえにないものを得たいと思った。しかし彼女は帰ってしまった。結局何も得られないまま。もう彼女が戻ってくることはないわ。ひなみなのことを言っているのか。誰のこと？いや、知らないならいい。こちらの話だ。リサ、本当にお前は一体何者なんだ？
何者だと思う？天使。面白いことを言うのね。もっとも、私が天使だったらユンを連れ戻すような真似はしないわ。まあ、もしお前が天使だとしても、また対象者になるのはごめんだがな。残念ね。